出た状態で、そうそう、これは肺の状態が見れるんですよね。これ肺腔で腹腔、こういうところに肺があるわけだけど、白くなっちゃってるから、横向きでもそうなんですけど、普通は結構空気があるから黒い、横向きで見ても結構黒いんですけど、黒いところが少ないから呼吸器の機能が落ちて肺炎になってる可能性、横向きで見てもね。それから今度真正面の写真がですね、すごいことになってるんです。これがうつ伏せ、これが仰向けだね。で、卵まだあります。1つ、2つ、3つ、4つ、5つ、6つ、7つぐらいの8個、1、2、3、4、5、6、7、8、8個まだ残ってる。それからあとこれ、これってさ、水槽の中にこれぐらいの大きさの石ありません？石よく食べるんですね。これぐらいの大きさです、うん、石食べてる。これだったから胃の中とか腸の中に、うん、すっごいいっぱいありますよね。こんなにいっぱい石があったら、これでも胃腸が動かなくなってご飯食べなくなっちゃう。だから石を一回全部捨てて、大きいし食べれんぐらいの大きな石なんじゃ入れてもいいけど、こんな砂利みたいなやつだと食べちゃいますね。まあ今は食欲ないから食べないかもしれないけど、という要はだから胃腸内物と卵巣、卵がちょっと詰まってると。